猪熊元一郎は1938年パリへ留学します。アトリエを構え、アンディ・マティスやパブロ・ピカソなど同時代の画家とその作品から大きな刺激を受けながら、1940年に帰国するまでの間に多くの絵を描きました。子供から若者、老人まで異国の地で目にしたさまざまな人々を描きました。こちらの作品はパリへ渡った年に描かれました。3人の女性をご覧ください。服装や髪型、肌の色まで違います。よく見ると目の描き方も違いますね。3人の個性が生き生きと描き分けられています。それぞれが思い思いの服装で自分自身を表現しているかのようです。背景は単純化されて描かれているように見えますが、黄色い花びらのようなものや街路樹の柵など実によく観察されて描かれています。作品の上部と下部では色だけでなく塗り方も異なっており、メリハリをつけて描かれています。猪熊は当時各自が持つオリジナルを完全に生かしきっている人が一番美しいので、皆二つとない格好をして歩いている。パリほど個人を自由に生かしきれるところは少ないと思った、という言葉を残しています。メインとなる黄色、赤、白の3色によって構成された絵の美しさとともに楽しさも伝わってくる一枚です。